乾燥して開かないよ。こんばんは。こんばんは皆さん。お元気ですか。私はちょっと今目が乾燥してます。こんばんは。今日は前回の髪型ハーフツインするっていうの前回できなかった。わなんかすごいかわいい、ありがとうございます。なんだこれは、あなんかかわいいくまちゃんだ、ありがとうございます。今日は前回できなかったハーフツインをしたんですけど、なんかもうちょっと私の理想としては、なんかすごいここにタコさんが歩いてて可愛い歩いてた、もうちょっと自分の理想のハーフツインはもうちょっとこうやってこうやってこういう感じに、もうちょっと高い位置の元気な感じにした、あぽやってなっちゃった、パヤってパヤじゃない、パヤじゃなくてもっとこう高くしたかったんですけど、あみちゃんさん、タマはだよくも、ありがとうございます。どなただろう、どなただどなた、あでももうちょっと前だったからなくなっちゃったかな、あナラブさんかな、ナラブさんありがとうございます、嬉しいです。ハーフツインもうちょっと頑張ってやりたかったのに、なんか元気がない感じにはなってしまったんですけど、いつもとはちょっとだけ違う感じの髪型です。あありがとうございます。はい、あとは前髪がちょっと最近伸びてきていて、前髪上手に切れないからなかなか切るのに勇気が出なくて、今伸びたのでちょっとだけこうやって下巻いちゃってます。やっほーこんばんは、あありがとうございます。今日は10時20分からありがとうございます、10時20分から10時50分までの30分やろうかなって思ってて、今日は11時から柏木さんの情熱大陸なんですよ。皆さんご存知だと思うんですけど、なのでその情熱大陸を見るための準備時間です。この10分は今日は見るために楽しみにしてたので、皆さんも一緒に見ましょう。情熱大陸すごいですよね。すごくなんだろう、それにで出演されるって本当にすごいなって思うから憧れます。今日は19期みんなと19期研究生のみんなと一緒にダンスのレッスンをしてきました。最近ダンスのレッスン結構毎日のように19期研究生みんなでやってるんですけど、やっぱり振りとダンスと立ち位置とって、ん？振りとダンスは一緒だ振りと歌と立ち位置とって、やっぱりこういろいろ覚えることが多いので、みんなでもうやらないとやらないとって言いながらみんなで頑張ってます。うまくなれた感覚ある？そうですね、最初に比べたら上手になったなって思います。ダンスのそのなんだろう、表情とかそういう表現の仕方とかもこうちょっと覚えてきたのかなっていうのもありますし、
あとは何より振りの覚えが私ものすごい悪いんですけど、それがちょっとだいぶ改善されて結構早くなってきたのではと思っています。はい、だいぶ楽になりましたね。あとは行き帰りの電車でずっと音楽を聴いています。コツをつかんできたのかな、コツつかんできたかもしれないです。でも北先輩方に比べたらもう本当に速さとかもきっと2倍3倍くらいの遅さだと思うので、もっと頑張りたいですね。何を聞いてるの？レッスンでやる曲を何回も何回も聞いて、歌詞を振り入れするまでに歌詞を完璧に覚えて振り入れに挑めるように頑張ってます。はい、伸びしろです。あとあれですね、最近聞いた AKB48 最近聞いたさんに今度予告で会ったと思うんですけど、出演っていうのかな出るので、出させていただくので、ぜひ見てくださると嬉しい、楽しみに待っていてくださったら嬉しいです。きっと面白いんじゃないかなって我ながら思いますなんか今日の特典じゃない、皆様がやってくださる、なんだろう、タコさんとか金のタコさんとか、なんか初めて見る子がいっぱいいて、ハードル上げたねって、ハードル上げちゃったどうしよう、面白くないです、じゃあハードル上げる、ハードル上げてるって言われてる、どうしよう、待って、面白くなかったらどうしよう、面白くないですでも下尾さんも一緒にロケに行かせていただいたんですけど、下尾さんのお綺麗な姿をたくさん見ることができて本当に幸せでしたふふ金のタコさん、こうやってとことか見てるのすごい可愛い ありがとうございますうん、そうだ、あとお話し会、この前初めての、お話し会じゃないや、握手会だ、握手会、この前は初めての握手会だったんですけれど、自分が想像していた以上にたくさんの方が会いに来てくださって、すっごく嬉しい気持ちになりました。今回の握手会は19期全員で5人の枠だったんですけど、たくさん、もうオンラインお話し会でもその来てくださった方とかもたくさんお見えになっていて、すごく、あ、すごい、またいらっしゃってくださったんだって、すごいそういうなんか再会も嬉しい気持ちになりましたし、こう初めて会ってすごい嬉しい言葉をくださる方がたくさんいらっしゃって、頑張ろうって改めて思いました。あ、そうなんですよ、私5人の中で5人でこう横に並んで1人ずつこう握手をさせていただくっていう形だったんですけど、5人の中で一番最初だったので、こう皆様のきっと一番最初の握手をができるっていう、ちょっと
トップバッターだったので嬉しかったです。実際あお会いしてみてなんか思ったより小さいねっていうのを結構言ってくださる方がいて、私ってもしかしてこうやっぱり実際見るのと画面の中ってやっぱりこうサイズ感ってわからないじゃないですか。私も結構実際見るとあこんなにこんな感じなんだと思う方とかもその日常生活とかでもいらっしゃるから、なんかそうやってなんか自分が他の方に思った印象が違うなっていうのを私にもその思ってくださる方がたくさんいたんだなと思って、こうどう違かったんだろうって気になりました。画面の中だと背が高く見えるんですかね。あ、背がもっと高く見える、やっぱそうなんですね。160センチくらいありそう。え、嬉しいけど全然ないんですよ。あ、緊張しなかった？緊張しましたね。もう最初は皆様の前に出ていくの緊張して、あ、これから握手皆様とお会いできるんだって、直接お会いできるんだってすっごいドキドキしました。最初はすごい緊張してたんですけど、だんだんこう慣れてきて、で本当に皆様お優しい言葉をかけてくださるからだんだん嬉しくなってテンションが上がっちゃいました。やっぱりオンラインとは違う？そうですね、オンラインはオンラインの良さがあると思うんですけど、やっぱり直接会って、あと握手するので、こう握手させていただいたらなんかこうなんだろう、こう力を感じたりとかして、なんかそれが結構自分にとってはなんだろう、勇気とか元気をいただけるポイントでした。やっぱり私画面の中だと大きく見える、あ、でもやっぱ19期のみんなが結構小さめだっていうのもあるかもしれないです。うん、結構たくさん握手会ではたくさんの方が本当に多分並ぶのすごい大変だったと思うんですけど、たくさん並んで何回も会いに来てくださった方もたくさんいて、ありがとうございました。大変な中、暑い中でもそうやって並んでくださってるところで自分がちょっと何もない時間が生まれた時にこうちょっとバイバイできたりとか目合わせたりとかできたのも嬉しかったです。もっとこれからこうやってどんどんこうやってたくさんの方にお会いできるんだなと思うとすごい嬉しいですね。やっぱりこうやって私がこう皆様に元気を与える存在になれたらいいなって思って受けたオーディションだったんですけど、実際一番私がきっと皆様から元気をいただいているので感謝だなって日々思っています。お、タイミングあってショールーム初めて見た、あー、よかったです。はい、ショールームそうですよね、結構1週間に1回くらいできたらいいなって思ってやらせていただいてるんですけど、結構いつも遅めの時間になってしまうから嬉しいです。次は個別ですね。ウィンクしてウィンク。
個別オンライン楽しみにしてるね。ありがとうございます。私も楽しみです。ウインク得意なんですよ結構。あと今日は今日だったかな、もうなんか最近すごい暑いじゃないですか。もう立夏今日だったかならしくて、だから暦上ではもう夏らしいです。なんか5月って聞くとまだまだ春な感じがしますけど、今日が立夏、やっぱそうでした、今日でした。サイン会ってあれですかね、先輩方がサイン書いてファンの皆様のお名前書いてメッセージ書いてるやつですかね。楽しみです。冷やし中華食べた？冷やし中華食べてないです、まだ。でも冷やし中華大好きだから夏になったらたくさん食べたいです。あ、やっぱそれだ、サイン会のやつ。うん、いろいろ裏とかにも書けるんですかね。サインはお母さんと一緒に決めて、あの早く、なんだろう、サインってたくさん書くものだから素早く書けるものがいいよっていうのをスタッフの方に教えていただいたので、家で素早く書けるようにシャ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 ってたくさん練習しました。だから任せてください。こんばんは。冷やし中華、冷やし中華って聞いたら冷やし中華食べたくなっちゃいました。今日はあのレッスンが終わって帰ってきて子供の日だったので、あの柏餅を食べました。柏餅と、あと私カヌレが大好きなんですけど、父がカヌレを買ってきてくれていたので、カヌレと柏餅っていうちょっと異色な組み合わせなんですけどを食べて、ショールームの準備してってやってました。でこれからは、今日の夜は勝負湯に入ります。お、うちょうちょの実見つけて食べたよって、ありがとうございます。一緒ですね。あのメールでおすすめというか、結構私グミが大好きで、あのグミのについての話をメールでさせていただくことが多いんですけど、この前カエリと一緒に選んだグミがうちゃちゃの実っていうグミと、もう一個なんか新しい初めて見たあのグミを2個買ったんですけど、そのうちの1個がそのうちゃちゃの実っていう、なんか本当に珍しい面白いグミで、それが美味しかったのでメールで紹介させていただいたんですよ。ピュレグミが好き、わかります。ピュレグミ美味しいですよね。あのピュレグミプレミアムのあのグミの中になんかジュレみたいなのが入ってるのがすごい好きです。あれの桃味が好きです。シャリモニグミも美味しいですよね。もうグミ大好きすぎてコンビニとかスーパーとか行ったら、みんなが食品とか見てるのにずーっとグミのとこでこうやってずーっと見てます。生ラムネ玉、あっ、でも美味しいって、私も食べました。なんか妹が美味しいって言って3袋くらい家に置いてあって、ラムネってなんだろう、日常であんまり私は買わないので美味しいのって思いながら食べたら柔らかくて美味しかったです。あ、皆さん好きなグミ
コメントしてくださって嬉しい。あ、ポイフル好きですか？ポイフル好きです。美味しいですよね。ちっちゃいからどんどん食べちゃって、あっという間に一袋なくなっちゃうからダメですね。鉄の鎧なかなか売ってるの見つからなかった。私も最近すごいお気に入りのグミが忍者飯鉄の鎧っていうグミなんですけど、それが本当に売ってなくて、探してるんですけどないので、どこかで皆さん見かけたらぜひ教えていただきたいです。鉄の鎧はコンビニあるの？コンビニにもあります。どこにでもあるはずなんですけど全然ないですね。鉄の鎧レンチンしたら美味しいよ。え？レンチン？グミをレンチンするんですか？え？グミをレンチン考えたことなかったです。美味しいのかな？なんか爆発しちゃいそう、パリンって。え、それ近所に普通に売ってたよ。え？私もの近所にもないかな。失敗すると焦げるらしい。それはちょっと危ないですね。最近うちの家の家電が軒並み新しくなっていて、何でしたっけ、スムージーを作るやつ、ミキサーが最近本当に家でアサイを作るのにハマってて、それでミキサーをもうちょっと大きいのにしたいって言ってミキサー買って、であと電子レンジじゃなくってオーブントースターも最近ちょっと汚くなってきたから買い替えたいって言って、今日帰ってきたら新しいのに変わってました。ミキサー新調しました。朝に野菜え野菜ハマりすぎてずっと食べてます、家で。なるほど、壊したわけではない。そうですね、全然壊してないです。料理はしてるの？料理はたまにします。家族で母がご飯を作る負担が少なくなるように、家族で夜ご飯を作る当番っていうのを週一で決めて、今日は私は木曜日の夜が暇だから木曜日とか決めて夜ご飯作ったりしてます。でも私は料理は、目が乾燥するよ、料理はご飯系よりもお菓子作りに一時期すっごいハマって、もう一日に3品4品毎日作り続けてた時があって、なのでお菓子の方が得意ですね。パウンドケーキとか味変えてもう何個も何個も作って、もういらないよって感じでした。コンタクトだっけ？そうなんです、コンタクトが乾燥して、私目が悪くて、でも目が悪くなった理由が結構特殊でして、本を読むのが小さい頃からすごい好きだったのでずっと読んでいて、でお母さんに怒られるほど読んでいて、でもお母さんに怒られるけどそれでも読みたかったので、夜布団の中で真っ暗の中で一生懸命読んでて本を、でそれで目がすごい悪くなっちゃいました。暗いとこでずっとこうやって読んでました。どんなジャンルの本？
小さい時は本当にいろんな、なんだろう、それこそなんかファンタジーみたいな魔女が出てくるやつとか、あと何だっけ、マジックツリーハウスっていうやつがすごい好きでしたとか読んでて、でも今は好きなのはもう圧倒的ミステリーが好きで、すごいミステリーばっかり買います。東野圭吾、あ、そう、東野圭吾さんとかもあのこの前握手会でおすすめしてくださった方がいて、で読んだことなかったわけじゃなかったんですけど、あんまり読んでなかったから買ってみようと思ってこの前は新作を買ってみました。漫画も読む？漫画はずっと読まなかったんですけど、最近はちょっとだけ読むようになりましたね。なんか流行りのものとか面白そうだなって思うものは読みます。アニメは見る？アニメはあんまり見なくて、でも鬼滅の刃は見ました、全部。しかもコロナ期だったのでずっと家にこもってて、ずっと家で1日2日くらいで全部見終わっちゃいました。文庫本一冊どのくらいで読み切る？なんかミステリーってやっぱり先がすごい気になっちゃうじゃないですか。だからもう時間の許す限りだったら本当に1日で読み終わるんですけど、うん、ありがとうございます。一日で読み終わるんですけど、最近は本当にこう隙間時間にちょこちょこ読む、あの電車の中とかが多いので結構時間かかります。1週間とか。目に近づけて読んでると目が悪くなるらしい。そうですよね。最近 iPhone の機能でスマホを目に近づけすぎるとあの警告が出るっていうやつを自分で設定してみたんですけど、あのしょっちゅう出るからめんどくさくなっちゃって消しちゃったから、まあ、自分ってスマホと顔の距離近いんだなって実感しちゃいました。気をつけないとって。え、ねえ、50分に近くなっちゃいました。すごいあっという間に48分に。ハートしてほしい。ハート、ハート、ハート、ハートうん、じゃあ今日のランキングを読ませていただきますね。すいません、私の話ばっかしちゃった。久しぶりで、ね、嬉しくて、すごいコメントくださるのも嬉しくて、自分の話ばっかりしてしまいました。でもお話し会じゃないよ、間違えちゃった。握手会させて、初めての握手会させていただいてから初めてのショールーム配信だったので、そのことお話しできてよかったです。よし、じゃあ早く皆様に会いに会いたいですね。ではランキング13位から読ませていただきます。はい、じゃあ13位、しゅんちさん。しゅんちさんありがとうございます。はい、12位、関根さん。関根さんありがとうございます。はい、では11位、サトシックスさん。サトシックスさんありがとうございます。大森さんにサトシックスさんの話しましたよ。はい、では10位、イワナジャナイヤさん。イワナジャナイヤさんありがとうございます。はい、では第9位、オッチーさん。オッチーさんありがとうございます。はい、では第8位、タクさん。タクさんありがとうございます。はい、では第7位、滝沢さん。
滝沢さんありがとうございます。はい、では第6位、サックちゃん、サックちゃんありがとうはい、では第5位、誠之助さん、誠之助さんありがとうございます。はい、じゃあ第4位、ちょっと 目がよし第4位、ペーターさん、あ、ももくっついてる、ありがとうございます。ペーターさんありがとうございます。はい、では第3位、ラボーナさん、ラボーナさんありがとうございます。はい、では第2位、お、キタロウさん、キタロウさんありがとうございます。はい、では第1位は、じり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 てん、ナラブさん、ナラブさんありがとうございます。はー、皆さんたくさんありがとうございます。今日も30分あっという間でした。たくさんお話できて嬉しかったです。あ、じゃあ最後スクショタイムちょっとだけ、はい、ニカニカメガネ、私メガネつてるんですよ。ブーンはい、では情熱大陸が始まってしまうので見に行きます、今から。ではありがとうございました。皆様おやすみなさい。大好きです。ありがとうございます。